最高期待で楽しんでます。今日の目安は今日のマーケット確認しましょう。まずアメリカ10年債利回り、これダブルボトムのネックライン、相変わらずこの辺りで動いていますけれども、この1週間では横ばいの動き、ほぼプラマイゼロ。2月は長期金利ものすごい上昇しました。この1ヶ月ではプラス 12%、 そりゃ株価も下がります。今日の株価は3指数ともマイナス。ダウが一番下げ幅大きく、マイナス 0.7%。 こちらアメリカ10年債利回りと S&P500 のチャート、長期金利と株価というのはシーソーの関係にあるんです。アメリカ10年債利回りここ最近上げていましたので、もちろん株価は下がってくるんです。去年の後半ですよね、ここものすごい長期金利の上昇がありました。その時に株価大きく下げて10月にボトムをつけたんですけれども、もし今後同じような長期金利の上昇があれば、株価ももちろん10月のボトムを再びダブルボトムのようにつけに行く可能性はあると思います。個人的にはメインシナリオ、長期金利は今後下がってくる、株価は上昇していくと考えています。今日は2月の最終取引日でした。2セッション連続で不調に終わった。2月は3指数ともマイナスで終わりました。特にダウはマイナス 4.2% と大きな下げ。 S&P500 はここ最近陰線が続いてますね。しかしなんとか移動平均線が支えてくれています。今ちょうど50日と200日移動平均線を行ったり来たり、再びこの上昇トレンド奪還なるか。ダウも6日連続陰線、これは200日移動平均線ですね、そのあたりにも近づいていっています。そしてこの前回の安値、まずはここが下値支持線になると思いますので、ここが来週の株価支えてくれるかに注目。ナスダック、200日移動平均線まで下がってきました。今日はなんとか陽線で終わっています。今日のセクター別のパフォーマンスを見ると、コミュニケーションサービス、素材、金融、このあたりが唯一のプラスのセクター。逆に大きくやられたのがエネルギー、交易、このあたりは 1% 以上の下げ。セクター別で見る2月のベストパフォーマー、3位は一般消費財、第2位は工業、第1位は IT。 2月唯一のプラスのセクター、プラス 0.3%。 逆に2月のワーストパフォーマー、不動産、マイナス 6.1%、 交易、こちらも 6% 以上の下げ。そしてなんとエネルギーが今月マイナス 7.6% と最もパフォーマンスが悪かったんです。こちらエネルギーセクターの ETF なんですけれども、確かに2月は一番パフォーマンスが悪かったかもしれませんけれども、忘れてはいけません、おととし、そしてなんといっても去年、ものすごいいいパフォーマンスを見せたセクターなんです。ここから上昇トレンド引くことできます。まだまだこれよりも上にありますので、今は一気にこの上昇した調整ですよね、非常にいいチャートかと思います。広瀬隆雄氏も楽天証券のセミナー2月17日にありましたけれども、ここでもおっしゃっていました、エネルギーセクター、個別銘柄ではビスタ、アルゼンチンのシェール企業、 SQM、 こちらはリチウムの生産会社、コムストックリソース、こちらもエネルギーセクターですね、ルイジアナ州のシェールガス開発をしている会社、アパコーポレーション、スリナムのオフショア油田、最後はマリオットとホテル銘柄でしたけれども、これ以外は全てエネルギー銘柄。今エネルギーセクター押し目買いのチャンスかもしれないんです。僕が一番注目しているのはやはりエネルギーセクターのリーダー銘柄といえばエクソンモーボー。しっかりと綺麗な上昇トレンド、そして今ちょうど50日同平均線を下回ったところですね、押し目買い狙っています。今日の動画のタイトルとは真逆のことを言いますけれども、今日はちょっと不吉な兆候が出てしまいました。今日の IBD によると、ディストリビューションデーが S&P500 今日で5日目になってしまったんです。ディストリビューションというのは前日よりも多い出来高を伴って株価が下げた日です。これ機関投資家の売りを示唆しているんです。そして2週間のうちにディストリビューションの日が5日前後現れると、株価の崩落が近いと心の準備をする必要があると僕は学びました。もちろん5日前後現れても何事もなかったかのように株価が再び上昇のリズムを取り戻すこともあります。あくまでもいつでも売れるように心の準備をしておいてくださいとお願いしているわけです。今日の S&P500 は昨日よりも少しだけ出来高を伴った下落でしたので、ディストリビューションデーが5日目になりました。その点は今週来週ちょっと警戒しながらトレードしたいなというふうに思います。3月というのはしばしば米国株にとっては劇的な月だったんです。例えばドットコムブームは2000年3月に終わり、ナスダックは同月に 10% 以上の暴落をした。最近では2020年3月アメリカで COVID-19 が発生し、アメリカ経済が停止、株価が急落したんです。2008年のリーマンショックのピーク、これ2009年の3月でした。株価は同月に底を打ち、残酷な弱気相場に終止符が打たれたんです。基本的には3月いい月なんです。期待していいと思います。こちら1928年から現在にかけての S&P500 の平均月次パフォーマンス、3月はプラス 0.6% としっかりとしたパフォーマンスを出す月として投資家に知られているんです。
それでは今日注目の出来事、深掘りしていきたいと思います。小売大手のターゲット、決算発表ありました。 EPS 予想1ドル40セントに対し1ドル89セント、売上高は予想 30.72 ビリオンに対し 31.4 ビリオン、どちらもクリア。しかし通期業績予想ガイダンスが予想を下回ってしまったんです。ターゲットは去年決算ボロボロで株価暴落した後は基本的には横ばいの動き、昨夜の決算発表を受けて株価は 1% の上昇。クルーズ銘柄のノーウィジャンクルーズ、第4四半期に予想以上の損失を報告、株価は約 10% も下落してしまったんです。出来高を伴った大陰線、なんとか50日同平均線と200日同平均線に支えられていますけれども、これを下回ってしまうと苦しいところ。週足で見ると2013年に上場してからコロナでの暴落で今安値付近で動いているんです。今日は他のクルーズ銘柄、カーニバルクルーズ、ロイヤルカリビアンクルーズ、このあたりも下げています。そしてその3銘柄、過去1年を比べると一番パフォーマンスがいいのがロイヤルカリビアンクルーズ、マイナス 4%、 一番パフォーマンスが悪いカーニバルクルーズ、この1年でマイナス 40% 以上も下げているんです。同じクルーズ銘柄の中でもこれだけパフォーマンスに差があるんです。バンクオブアメリカは人工知能のトップピックにメタを含めた。月曜日にはメタが AI 製品を開発する新チームを立ち上げると発表。Facebook の親会社の株価は今日 3.2% も上昇しました。ここ最近かなり反発はしてきていますけれども、まだまだブルトラップの域を出ていないと思います。この3ヶ月ではなんと 60% も上昇しています。Amazon も投資している EV メーカーの Rivian、 決算発表ありました。 EPS が予想1ドル94セントに対し1ドル73セント、売上高は予想 742.4 ミリオンに対し663ミリオンと、どちらもミス。 Rivian は2023年の生産台数を5万台と予想、これは昨年のおよそ2倍だが6万台の予想を下回ってしまったんです。株価は上場してから全くいいとこなし。この決算発表を受けてさらにアフターマーケットで 10% 近くも暴落しています。一方でテスラは日本時間の明日の朝だと思いますけれども、イーロンマスクがプレゼンをするインベスターデーがあります。ここでは新しい EV プラットフォームが発表されるかもしれません。中国やヨーロッパで競争できる安価なモデルのための新しい EV プラットフォームについての詳細を発表予定。さらにモデル3のアップグレードの発表があるかにも注目。そして最近あったニュースとしては、メキシコの大統領がテスラが同国のテキサス州との国境近くに新しい EV 工場を建設すると発表していました。この件についてもイーロンマスクから発言があるかに注目。またイーロンマスクは火曜日に AI チャットボットに取り組むとツイートしています。これに関しても改めて発言があるか、今むちゃくちゃ盛り上がっている人工知能、テスラもこれを大々的に宣伝する可能性が高いんです。そして最後に、もちろんイーロンマスクは今後数年間のテスラのビジョンを示すマスタープラン3を発表することをほのめかしていますので、投資家はこの発表にも期待しています。今日ご紹介する最新記事は広瀬隆雄氏の今は米国株を買う好機。2月に入って雇用統計、CPI、PPI、小売売上高、コア PCE インフレなどの経済指標はいずれも強い数字だったことを受け、これでは FRB はタカ派のスタンスを変更できないぞと市場参加者が感じ、米国株は売り先行となっています。これを受けて米国の政策金利であるフェデラルファンズの先物の市場は3月、5月、6月の FOMC でそれぞれ 0.25% の利上げが繰り返され、最終的にフェデラルファンズレートは 5.25 から 5.50% に到達することを織り込んでいます。このピークのレートのことをターミナルレートと呼びます。ターミナルレートで 5.25 から 5.50% という水準は去年の12月に経済予想サマリーの中で示された FRB メンバーのコンセンサス予想である 5.1%よりも若干高い水準です。ただ予想が大きく外れたと目くじらを立てるほどの誤差でもないと思います。市場関係者はそろそろ利上げは打ち止めなのかということを期待していただけに、今回の展開にはがっくりしたんです。しかし政策金利は実体経済にじわじわと累積的に効いてくるもの、今は利上げサイクルの最終局面に差し掛かっているわけで、この程度の着地点のズレはむしろ当然と受け止めるべきでしょうと広瀬氏はおっしゃっています。
このところの下げで市場参加者は弱気一色ですが、過去の経験則はむしろこの局面では積極的に買い向かうべきだということを示唆しているんです。 S&P500 の月次パフォーマンス、過去の平均を見ると3月4月というのは1年の中でもパフォーマンスはいい月なんです。さらに大統領選挙との絡みで言えば、来年すなわち2024年は大統領選挙の年です。その前年、つまり今年はプリエレクションイヤーと呼ばれ、株式市場が好調になることが多いことが知られているんです。とりわけ3月は特筆してパフォーマンスがいいことが経験則的には知られています。それらのことを考え合わせると、今米国株に対して弱気になるのは得策ではないんです。思い出していただければ、去年の2月24日はロシアがウクライナに突然侵攻し、エネルギー価格の先高感が台頭しました。あれから丸1年、現在のエネルギー価格はその当時よりむしろ安くなっています。それは何を意味するか、4月、5月くらいからは物価関係の統計の前年比較が容易になるということなんです。今消費者物価指数は沈静化の速度が鈍り、物価は高止まりするんじゃないかな、ということが懸念されているけれど、今後はむしろ前年比較が楽勝になるわけですから、無駄に慌てる必要はないんです。今週来週あたりが株を仕込む好機だと思います。じゃあ今から何を買いに行けばいいのか。この前回の2月22日にラジオで広瀬隆雄氏がおっしゃっていた、いろんなセクターを見ていてこれはちょっと面白いなと、触手が動く銘柄とおっしゃっていたのがこのあたり、エネルギーセクターいいと思う。具体的にはエクソンモーボー、コムストックリソース、ヘス、アパコーポレーションなどは安いと思う。エネルギーセクター以外で買いに行けるとしたら旅行関連いいと思うと、具体的にはマリオットインターナショナル、デルタ航空、ボーイング、ジェネラルエレクトリック、そしてこちら新しい銘柄ヘクセルコーポレーション。テック企業はどうか、ものすごく決算悪いです。成長のための次の一手が見えないから買いにくい。営業費用がまだまだメタボになりすぎ、今までのレイオフでは全然足らない。半導体はどうか、あまり良くない。デバイスが売れてない。パソコンもスマホも。一方で先行投資はかなり高水準でやってるから、需給関係はどんどん悪くなるとおっしゃっていました。